石原裕二郎12月28日から1987年7月17日は日本の俳優、歌手。石原プロモーション創立者で初代代表取締役社長兼会長。ヨットマンとしても活動していた。昭和を代表する俳優、タレントとされている。2000年に発表されたキネマ旬報の20世紀の映画スター、男優編で。 日本男優の2位、同号の、読者が選んだ20世紀の映画スター男優では、第6位になった。全国のファンからは親しみを込めて、ヒロシちゃん、ユー郎さん、ユー郎などと呼ばれ、石原プロ関係者からは、ボス、社長などと呼ばれていた。兄は、学生時代に、芥川賞を受賞し小説家となり、演劇作品作家、後に、政治家としても広く知られることになった。 石原慎太郎。本項目では、故障についてそれぞれ、ゆうじろう、慎太郎と記載する。1934年12月28日に、父石原清氏母講子のもと、兵庫県神戸市須磨区で誕生。北海道小樽市及び、神奈川県逗子市で育つ。小樽のマリア幼稚園卒園、小樽の稲穂国民学校時代に、競泳やスキーに親しむ。 図士中学校時代からはバスケットボールに熱中した。慶応義塾高等学校の受験に失敗し、慶応義塾農業高等学校に進学したが、1951年に慶応義塾高校に編入学。卒業後は慶応義塾大学法学部政治学科に内部進学するが、法等生活に明け暮れる。大学在学中から俳優を目指し、東宝と大英、 日活のオーディションを受けるも、すべて不合格であった。しかし1956年に、慎太郎の芥川賞受賞作、太陽の季節の映画化の時に、映画プロデューサー水野枝滝子と、兄、慎太郎の推薦があって、同映画作品の早くで、映画デビューした。大学を中退して日活に入社した。太陽の季節に続いて制作された、同じく、 新太郎原作の映画化作品、狂った果実では主演、相手役は、人気女優の北原三氏であった。当初は、ポスター序列が2番目、3番目のダブル主演、トリプル主演扱いだったが、勝利者以降はほぼ不動のトップ主演者となる。その後は、俳優、歌手として、活躍、主演映画が連続ヒットし、芝叩く間に、日活の看板スター。 そして映画界を代表するスターの一人となった。映画時代のキャッチコピーはタフ街だった。出演映画作品は多数で、例えばデビュー後3年だけでもおよそ30作品にも上った。1963年に石原プロモーションを設立。石原プロモーションの社長、リーダーとして、 石原プロ所属の映画職人らや俳優らを束ねつつ、映画作品の企画者ともなりつつ、同時に俳優として、スクリーン上にも登場するという難しいことをこなし、黒部の太陽、栄光への五千キロ、富士山頂、ある兵士の賭けなどの骨太の映画作品をいくつも世に送り出した。こうして雄二郎は、石原プロの人々から、社長、ボスなどと呼ばれるようになってゆき、 石原プロモーションは特に結束が強固な集団として、業界で知られるようになり、石原軍団と呼ばれるようになっていった。1970年代以降は、映画作品からは、離れ、石原プロの未来を、テレビドラマの世界に、見出し、太陽に吠えろ。大都会シリーズなどの企画、主演など、多面的に活躍し続けた。雄次郎は、 日本のセーリング界でもその歴史に名を残している人物である。もともと父親が優先会社の社員、つまり船と海の世界に生きていた人物で、父親の転勤の折、父親の判断で海の近くの図紙図紙湾近くに住居を構え、その地で、ゆうじろうがヨットに興味を持ち、ゆうじろうの熱烈な希望に応える形で、父親が、 木製のディンギーヨットを買い与えたのが、ユージローにとってのヨットとの本格的な付き合いの始まりとなった。兄、慎太郎も一発でこのディンギーヨットの操作方法を得得し、兄弟でヨットを楽しむようになり、主に、図手湾や葉山などをフィールドに経験を深めていった。当時の日本ではそもそもセーリングボートを所有している、人が大人を含めて、ほとんどおらず、ましてや、 学生の身分で、すでに自分のセーリングボートを所有している人はいなかったので、二人は日本のセーリング界では、稀有な存在となっていくことになった。その後、雄二郎が俳優として映画界で活躍するようになると、石原兄弟のセーリングへの情熱、その経験や技術は映画作品のシーン構築や撮影でも活用されるようになった。結果として、 日本の映画のシーンにセーリングボートが何度も登場するようになり、それを見た映画観客がセーリングに興味を持ち、結果として日本のセーリング人口を増やすのにも貢献した。石原兄弟は有名人となり裕福になるにつれ、テイをディンギーからセーリングクルーザーへと、そして徐々に高級なテイへとグレードアップしていった。テには、 兄、慎太郎の趣味で、コンテッサという名を付け、その名は、その後定を買い替えても、コンテッサ2、コンテッサ3、と継承されていくことになり、この名は他にはない独特のものなので、日本のセーリング界では、ヨットレースなどの出場艇のリストに、コンテッサとあれば、誰でも、即、石原兄弟の定だ、とわかる存在となっていった。コンテッサには、 主に石原兄弟の地元の寿司や葉山在住の古くからの仲間などがクルーとして乗り込んだ。コンテッサ号は、いくつもの国内ヨットレースに参加し、日本のセーリング界を盛り上げる一翼を担い続けたが、中でも特筆すべきことは、1963年、ユージロがトランスパシフィックヨットレースに、兄弟の相手、コンテッサ3で参加したことである。 トランスパシフィックヨットレースとは、米国西海岸から出発し、太平洋を渡るようにして進み、ハワイでゴールする、セーリングクルーザーのためのレース。当時、日本から国際的なヨットレースに参加できる人はほぼ、皆無であり、ユージローは、日本のセーリング界の歴史に名を残す人物にもなった。なお、ユージの歴代の相手のうち一つは、1991年会館の、 石原雄二郎記念館の入り口付近に展示された。1978年、舌下海洋のため入院、手術。その後悪性腫瘍との診断を受けたが、本人には告知されなかった。1979年には、舌下白板症と診断され、術後部に海洋ができたため再手術する。1981年4月。 西部警察のロケ撮影中に、背中と胸に激痛が走り、慶応義塾大学病院に緊急入院。当初追患板ヘルニアが疑われたが、その後乖離性大動脈瘤と診断され大手術を、結構。生還率3%と言われたが、奇跡的な回復を遂げ無事退院した。退院後も、首、腰の痛み、 発熱が続き、右耳が難聴となった。1984年、肝臓癌が発覚した。前の定期検診で肝細胞癌と診断されるが、裕次郎本人には最後まで、ん告知をされなかった。1986年5月、高熱が続くため、慶応義塾大学病院に入院。血圧効果剤の副作用による、肝内胆肝炎と診断され、 7月の退院後は、ハワイで静養した。1987年4月20日、体調不良を受けて、ハワイから急遽帰国し、慶応義塾大学病院へ、検査入院。5月2日に一旦退院したものの、3日後に、再入院し、容体が悪化。幻覚症状を発する。その後、意識不明の状態が続き、7月17日15時43分。 医師が臨終を告げ7分後を心停止するも、酸素吸入により一度は、心拍が再開するが、16時26分再度心停止し、死去、52歳没。戒名は、陽光院天心広安大古寺。墓は万世石五輪塔で、神奈川県横浜市鶴見区にある総持寺に建てられている。母妃には妻、薪子の直筆で次のような言葉で綴られている。 美しき者に美少を、寂しき者に、優しさを、たくまし識者にさらに力を、すべての共に思い出を、愛する者に永遠を、心の夢覚めることなく。1991年7月22日、ゆうじろうゆかりの品々を展示する、石原ゆうじろう記念館が、ゆうじろうが幼少時に過ごした小樽、おたる。 しかもヨットマンだったユージローにふさわしい場所である、オタルコーマリーナの隣に開設された。開設後は、多数のファンが訪れ、ユージローを忍ぶ場となっていたが、2017年8月31日、入場者減少や、施設の老朽化もあり、閉館。2018年7月17日に行われた32回帰訪要では、妻である、石原薪子やかんひし、 神田正輝石原プロモーションの俳優たちとファン約600人が参列。法要終了後には、同年8月22日より2年間、全国8カ所を巡り石原裕次郎ゆかりの品々を展示する石原裕次郎の奇跡展を開催することを発表した。2020年7月には、株式会社、 石原プロモーションの称号を石原裕二郎の仏前に変換するとの名目で2021年1月16日をもって芸能事務所としての業務を終了することが発表された。小樽にて家族写真兄に石原慎太郎2009年8月28日東京都庁第一本庁舎都知事執務室裕二郎は両家の指弟というイメージがあるが父、清志は 山下汽船のサラリーマンであり、旧正中学も出ていない身から叩き上げて、関連会社役員にまで出世した人物である。戦後の進行中流階級に属する。石原清志講師。石原慎太郎、紀子石原祐二郎、真き子、石原信明石原義澄、石原広志高、石原信弘。レギュラー番組ラジオドラマ放映されなかった CM であり、 死去直後に、幻の CM として放送された他 DVD、生誕80周年記念、石原雄次郎小畜、梅 CM 集に収録。ありがとうございます。